千代田区で1年ほど前から町に増えているという迷惑な落書きをなくそうと、住民たちがこの落書きを消す作業を行いました。千代田区の麹町です。美しいビルが立ち並ぶオフィス街なんですが、こちらで大きな問題となっているのが落書きです。無造作に描かれた町の落書き。麹町の地域住民たちで作る地区の環境整備協議会によりますと、以前落書きはこの一帯ではほとんどなかったということですが、ここ1年ほどの間に増え、今では200か所以上で見つかっているといいます。この事態に立ち上がったのが住民や近隣オフィスの従業員などのボランティア。今日は200人以上が一斉に清掃活動を行い、落書きを消していきました。ボランティアの活躍で次々と消されていく落書き。しかし住民の心配はすぐには消えないようです。夜ね、7時半ごろ帰るんですけど、その時はなかったので、朝来たらね、うわっと思ったのね。一度消すとまたやるんじゃないかなと。千代田区の一斉清掃っていうのは年2回ございますから、必ずその時には落書きのこういう消すというですね、そういうことを繰り返しながら、落書きの撲滅運動をしていくと。千代田区でも関係団体と協力し、落書きをしないよう呼びかけるポスターを貼るなどして啓発活動を行っていくことにしています。